をされましたか。脳が肩が肩はい、ちょっと重いですね。お仕事のしすぎとか、はい、そうですね。やりすぎました。はい、あとはいいですか。どうでしょうか。うん、大丈夫です。いいですか。はい、ではまず、肩をねほぐすためにちょっと肩甲骨周りの筋肉をほぐしたりとか、あとは少しまあ上半身も下半身からも来ている時もありますので、骨盤のね、周りの筋肉や太ももを前の後ろも、まあ、全身をこう血流を良くして上半身に、つなげていきたいと思いますので、まずはちょっとチェックしていきます。で、もう少し気持ち前の方で、はい、ありがとうございます。で、足を肩幅ぐらいに開いていただいて、で、手をこのようにブンと回してください。はい、次反対いきましょう。どうでしょうか。なんかちょっと違和感あるところとかはありますか。左が重い。左、うん、はい、はい、はい、では今度反対向いていただいて、肩幅ですね、両手を腰に当ててください。足は動かさずに、まずじゃあ左の方にねじって、私の方に向きをグリーンと左側ですね。はい、そうですね。なんとなく視界を覚えておいてください、うん、はい、はい、戻します。今度は反対です。はい、グリーンとねじります。